で、なんか不倫そのものをなんで悪いと思うんだろうっていうのがそもそもなんですよ。あ、もう中野さんは不倫肯定派。肯定派というか、例えば、はい、人間に目が2つあるのはなんでだって言ってるようなもの。はい。じゃあ不倫っていうのはあって叱るべきもの。うん、っていうかそうできてるからしょうがないよねと。脳が、うん、どうできてるってことなんですか。例えば哺乳類のうち、はい、イップイップ型哺乳類って 3% しかいないんですよ。え、人間と誰。人間、あ、人間はイップイップ型じゃないです。あ、違うんですか。違います、違います。あ、そっか、一夫多妻の国だってあるわけだから。そうそうそう、脳としては例えば再婚もできるし、はい、まあ側室もいるっていう時代もありましたし、まあ一夫多妻の国もあり、多夫多妻の国もあり、はい、全然脳は決まったパートナーだけをパートナーと認識するようにできてない。え、逆に言ったら哺乳類で一夫一夫は誰、うん、何者が。プレーリーハタネズミっていう。プレーリーハタネズミ、ちょっと、まあ、特殊な種類なんですよ。プレーリードッグみたいな感じ。まあ可愛いやつですね。ああ、プレーリードッグと違うけど可愛いやつがいて。ああ、そいつらは奥さんというか、まあ、パートナーが、ね、できると、はい、その片方をちょっと、まあ、人工的に取り去っちゃって、また新しいパートナーをカゴの中に入れてやってもパートナーにならないんですよ。一途なんだ。一途なんですよ。すごい。脳がもう絆を作っちゃって、他の個体を認めない。裏切らない。裏切らない、もうその人との思い出に生きてる。 すごい。そんな生き物いるんですか。いるの。でも人間はそうじゃないですね。あ、確かに、うん、不倫をして不思議ではない生き物なんだから、うんうん、なんで不倫したぐらいでこんな仕事を失うような世の中になってんだっていうことですよね。そうです、まさにその通りで。だったらもっと不倫のニュースの時に中野さんに出て発言してもらわなきゃダメですよね。しょうがないんです。しょうがないんです。だってそういうふうに脳ができてるんだから。できてるんです、しょうがないんです。 YouTube で見られるのはここまでです。アベマならデマ投稿を許さないを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。続きはアベマでご覧ください。